い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、アピタピアゴオリジナル世界の国旗トミカ日本国旗タイプ第6弾の歌舞伎を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはアピタピアゴオリジナルの世界の国旗トミカだね。日本国旗タイプ第6弾の歌舞伎です。正面の方から見ていくとこんな感じだね。いつも通りグリルの部分は樹脂パーツになってます。で、ボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。大きくボンネットの部分には歌舞伎のプリントはされてます。で、そのままルーフの方を見ていくとここだね。平成31年ってプリントがされてあって日の丸がデザインされてます。で、助手席側はこんな感じだね。日の丸のデザインの中に富士山がプリントされてるんだね。なかなか縁起のいいデザインだね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。テールランプの部分はクリアパーツになってて、ナンバープレートのところは2019ってプリントがされてます。で、運転席側のデザインはこれも助手席側と同じデザインになってます。ホイールはゴールドのリムだね。かっこいいね。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。やっぱりこのボンネットの部分はかなりのインパクトがあるね。かっこいいデザインだと思います。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、左右ドアの開閉アクションだね。で、裏の方はトヨタ 2000GT2002 年のシャシーになってます。で、こうやって見てみるとトヨタ 2000GT のデザインはやっぱり安定のデザインの良さだね。ボディカラーはホワイトのソリッドがベースだね。レッドとゴールドのアクセントがすごくお正月らしいね。で、側面のこのレッドの部分はこれは初日の出をイメージしてんのかな。で、お正月らしいこういう富士山っていうのも縁起物でいいかと思います。で、今年は平成31年、平成が最後の年になるので一つの記念トミカになるのかなと思ってます。箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。で、この部分にアピタピアゴオリジナルのロゴがプリントされてます。で、側面の方はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はピタピアゴオリジナルの世界の国旗トミカトヨタ 2000GT 日本国旗タイプの第6弾の歌舞伎を紹介しました。1月1日発売っていうことでもう完全にお正月をイメージしたデザインだね。縁起物の一台になってるんじゃないかなと思います。で、2019年は平成の年号が最後の年になるので一つの記念トミカになりそうだね。2020年は新しい年号の年になるのでどんなデザインになるか楽しみだね。ちょっとまだ気は早いかな。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。